英語、フランス語、インドネシア語。学んだことのある言語は片手では数えきれません。例文111ページに及ぶ卒論では、実に10以上の言語を扱い、文法の比較を行いました。What she didn't know of England, who only England know? これは私の好きな The English Flag という詩からの抜粋です。私はこの文の England を English に読み替えて、多くの言語を知ることで分かった英語の特質を授業で伝えるようにしています。私の授業ではオリジナルの教材を用いて、一言一句おろそかにせず文章を読むことを心がけています。これは私自身の東大での経験に基づいています。東大では上級の授業になればなるほど漢詩の有無といった細かいところに着目し、1学期で10ページしか進まないこともありました。文法構造を把握すれば難しい文も正確に読めるようになり、結果として読むスピードも速くなるものです。それゆえ私の授業では細々とした文法思考に着目し、例文を交えて分かりやすく説明することを心がけています。また私はゲームも趣味なので、英語圏のゲームに出てくるセリフを授業で紹介することで楽しく授業をさせていただいております。言語は広大な海のようなものです。その面白さ、奥深さをほんの一部でも授業でお伝えできればと思っています。